豊田昭雄、豊田昭雄、豊田秋夫、1956年5月3日体は、日本の実業家、経営者、レーシングドライバー。学位は、MBA、バブソン大学、1982年、豊田自動車株式会社代表取締役、社長兼執行役員社長、第11代、日本自動車工業会会長、同和武道産株式会社取締役会長、 トヨタアルバルク東京株式会社代表取締役会長学校法人トヨタ東京整備学園理事長第5代公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会副会長ニューユナイテッドモーターマニュファクチャリング副社長日本自動車工業会会長また一人の車好きとして森蔵を名乗りモータースポーツや マスメディアに登場することでも知られる。豊田昭一郎、広子の長男として、愛知県名古屋市に生まれる。母広子は、三井財閥一族のイサラゴ家八代目、元三井銀行取締役三井校長の三女愛知教育大学附属名古屋中学校、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学法学部法律学科卒業。 バブソン大学経営大学院修了、MBA。在学中には、アメリカ合衆国ハワイ州へ渡り、アメリカ合衆国大統領を輩出するを学んだ。慶應義塾大学法学部、法律学科在学中には、北京部に在籍し、北京男子日本代表にも選出されたが、モスクワオリンピックは、日本のボイコットにより出場はならなかった。大学卒業後は渡米。 語学を目的としていたが、バブソン大学、マサチューセッツ州のビジネススクールに入学し、1982年に経営学修士、MBA を取得した。この頃のトヨタはゴルフに夢中になっていた。MBA を取得した後、アメリカ合衆国の投資銀行にて勤務した。しかし自分がトヨタ家の人間であるという周囲の目から悩みが増していき、 上司の同じ苦労をするなら、トヨタのため苦労したらどうなんだという言葉に、トヨタの生を受け入れることを決意。1984年金融機関を辞し、トヨタ自動車に入社した。トヨタ自動車への転職を決意した秋代に対し、父である小一郎は、秋代を部下に持ちたいと思う人間は、今のトヨタにはいないと戒めた上で、特別扱いはしないと言い渡した。そのため、 秋代は、トヨタ自動車に対して、履歴書を提出し、小一郎は、社員としての入社を認めた。入社後は、生産管理や、国内営業などを担当した。係長から、平社員への広角人事も経験したものの、販売部門への改善活動の横展開などを通じ、販売部門の改革を主導した。1998年には、自動車関連の情報を、 総合的に提供するウェブサイト ,gazoo.com を立ち上げた。その後、アメリカが州国カリフォルニア州にて、ゼネラルモーターズとの合弁企業、ヌミの副社長を務めた。2000年に同社取締役、2002年に常務取締役、2003年に専務取締役、2005年に副社長に就任した。役員に就任以降は、画像や、 G-Book など、情報事業、中国事業で、第一記者や公衆議者との合弁会社で、社長や副社長、世界戦略として推進した、トヨタイムブプロジェクト統括、調達部門などで力量を発揮し、国内営業の担当役員に就任以降は自ら、各地の自動車ディーラーへ飛び込み営業して、各店で頭を下げて回るなど、積極的に営業している。 2009年1月20日に、トヨタ自動車は、豊田昭雄の社長昇格を含めた人事を発表し、記者会見で昭雄は、自動車業界が21世紀も必要とされるのか、今が瀬戸際と危機感を表明し、人事案は6月の株主総会で承認される予定と発表した。人事は6月23日の株主総会で承認され、 1982年の後半合併で、現在のトヨタ自動車が誕生して、以降で最も若く52歳で、秋尾が社長に就任した。創業家である、豊田家計の社長就任は、1995年8月に退任した豊田達郎以来14年ぶりである。秋代が社長に就任した当時は、 2008年にリーマンショックで71年ぶりの連結営業赤字転落。2010年に世界規模でリコール問題。トヨタバッシング。2010年はトヨタのマスターテストドライバーの成瀬博氏が事故死。2011年は3月に東日本大震災と7月に大洪水被害による創業一時停止。歴史的な円高などでトヨタは危機的状況であった。秋は 原点回帰を図り、渡辺社長までの急激な拡大路線を止めて緊急、VA、価値分析により、原材料費削減や、豊田会一チームやのみ撤退により経営を縮小。また、経営幹部の人数を減らして、意思決定を迅速化し、世界各地の消費者需要を詳細に把握して、地域事情に適合した車種を投入することを決めた。一方で、元、 いい車作りを歌い、モータースポーツの地域選手権には止まったほか、2010年に、レクサスルーファを、経営収支が、赤字ながら発売した。2012年は再び業績が向上し、2013年度は、トヨタグループの世界販売台数が初めて1、0000 000、000台を超え、2014年3月期の決算で6年ぶりに、最高益となり、業績を、 V 字回復させた。2013年から、レクサスインターナショナル、第1トヨタ、第2トヨタ、ユニットセンターの4つの事業ユニットを各副社長と共に分担する新体制を開始し、秋尾は、レクサスインターナショナルを担当する。2015年には、走りの質感を向上させた新プラットフォームのトンガの採用を開始し、第1弾として4代目プリウスを投入した。 2018年には、モビリティサービスの分野で、孫正サヨシ率いるソフトバンクと提携。自家総額日本一位と二位の企業の提携は世間を驚かせた。自身の最高傑作を問われたチャールズ・チャップリンが、ネクストワン、次の作品だよと答えた話にちなみ、ネクストワンをザウの名とする。社長就任に際しては、現場に一番近い社長でありたいとの抱負を語り、 現地現物で一つずつ問題を解決したいとの目標を掲げている。上野武彦、神奈川豊田自動車会長は、秋吉は現場をよく知り、言葉が通じやすい、米国留学時代からの知り合いである。スパークスグループの安倍周平社長は、人に上下の区別をつけないと評している。アメリカから帰国した後の2002年。 社員の開発ドライバーの成瀬博から運転のこともわからない人に車のことをああだこうだと言われたくない。このトヨタには俺らみたいに命をかけて車を作っている人間がいる。そのことを忘れないでほしいと言われて車作りへの意識を改め自動車会社の一員として評価の仕方を教えてほしいと成瀬に頭を下げて指導を求めた。成瀬は トヨタグループの開発ドライバー数百名の中で、頂点に立つマスターテストドライバー、トップガンとして知られ、1000分の 1G の違いを感じ取る、センスの持ち主であり、トヨタは急ブレーキなどの訓練だけで2年をかけるなど、ナルセの訓導を受けた。またナルセに指導を受けている間、レクサスルファの開発にも、初期、2003年からかによ。機械を見つけては、ニュルブルクリンクで、 テストドライブをし続けた。86の開発責任者である、ただ哲也は豊田をテストドライバーとしては相当なレベルと称賛している。現在もマスタードライバーとしてレクサス車の乗り味をチェックしている。また、自身のみならず、社員にも積極的にステアリングを握らせており、社員100名以上に様々な道を体験させるために214年から、 五大陸制覇プロジェクトを開始している。トヨタも同行し、グラベルを中心にドライブしており、その様子は画像レイシン部の公式 HP や YouTube の秋を S ドライブで見ることができ。若い頃は 1600GT、RT55 型でスポーツドライビングを楽しみ、カーレースにも興味を持っていた。ナルセからドライブを教わる中で、トヨタ自身も 国際 C 級ライセンスを取得した。トヨタが副社長であった2007年、もっといい車作りのために、社員有志のアマチュアチーム、チーム画像を自ら組織し、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦した。当時は、社内の反応も冷ややかで、予算もなく、すでに生産終了していた中古のアルテッツァを探し出し、改造して参戦した。 ドライバーの8人中6人は自分を含め社員であった。本名では差しわりがあるため、愛知万博のマスコットキャラクターとして人気だった森蔵とキッコロにちなんで、森蔵、森蔵というドライバーズネームを名乗るようにな。2010年にナルセが自己死した後も、モータースポーツをもっといい車作り、車ファン作りの根幹に据え、その活動意義を積極的に発信している。 その後社長に就任してからもニュルに参戦、完走しており、2014年にはクラス優勝を果たしている。2016年は参戦のアナウンスはなかったが、予選1開始直前にトヨタが現れ、練習なしでレクサス RC に登場するサプライズがあった。夜の雨という最悪のコンディションであったが、無事に2周のアタックを完遂した。2011年には、 ニュル24の主催者であるエイタックから、モータースポーツの発展に貢献したとして、アストンマーチン CEO のウルリヒベッツと共に、モータースポーツ功労賞を授与された。2012年に、ニュル24時間に参戦できなかった時、全日本ラリー選手権王者の勝田則彦と、足立さやかに声をかけられたことがきっかけで、ラリーにものめり込むようになる。同年から、 TRD ラリーチャレンジなどの国内ラリーにも参戦し始め、以降頻繁にラリーイベントに顔を出すようになった。2013年に TRD ラリーチャレンジのクラスタイトル、トヨタ曰く解禁賞を得ている。2014年から WRC 王者、富間記念から指導を受け始めると、ドリフトも上達し、300馬力超えの WR カーでも華麗なドリフトを披露できるように、 なった。2016年には報道ステーションで、テレビ朝日アナウンサーの板倉智樹を助手席に乗せて、全開アタック。2017年にはトヨタ画像、レイシン部の CM キャラクターである佐藤健を、スバルインプレッサ WRXSTI に乗せて、ドリフト走行を実演した。現在も時間を見つけては、ラリーチャレンジや、新城ラリーに参戦を続けている。またドライバー目線で、 トヨタのワークスマシンについて意見を言うこともある。その他には2013年にデートナーインターナショナルスピードウェイでナスカースプリントカップ仕様のカムリを2018年にはサハラ砂漠でダカールラリー仕様のランドクルーザーをテストドイブしたことがある。息子の大ケもドライバーを志しており2018年のスーパー耐久にデビューしている。 同年最終戦では豊田も、大輔と同じチームにサプライズエントリーし、親子でのレース参戦が実現した。なお、豊田自身は、私は、レーシングドライバーではなく、あくまで車の味付けがわかるマスターテストドライバーで、あると語っている。豊田は営業、販売など非技術系の分野を手掛けることが多かったが、技術畑にも関心が強い。 前述の開発時の市場テストに限らず、カーデザインについても熱心に取り組んでおり、モーターショーの際には、カーデザイナーと共にブースを巡って、検鑽を積むのが恒例となっている。モーターショーでのデザインの勉強について、トヨタは、東京モーターショーも、車の味づくりに向けたトレーニングの大切な場所だと、述べている。トヨタ86のデザインにはトヨタも、 デザイン部グループ長の古川高安から相談を受けながら進めており、フロントフェンダーの86マークとグリルの T メッシュはトヨタにうんちくがない。こだわりと遊び心がないと言われたことがきっかけで作られた。一方で 50K プリウスを格好悪いと評しているものの、開発人の自主性や議論の活発化を重視して自らは手を加えなかった。自身も ホッケーやゴルフに熱中したスポーツマンであるため、モータースポーツ以外のスポーツ振興にも積極的で、トヨタが事実上の親会社となっている、J リーグ所属の名古屋グランパスの運営会、株式会社、名古屋グランパストの取締役を2010年7月より務めている。多忙の中で、スタジアムにたびたび足を運んでおり、名古屋が J1 初優勝を決めた試合にも駆けつけている。 2015年にはグランパスの代表取締役会長に就任した。またバスケットボールの B リーグでもプロ化の方針に理解を示し、エントリー名をトヨタ自動車からアルバルク東京へと返させた。歓歴を過ぎた現在もレース以外のスポーツにも積極的であり、トヨタ自動車所属の宇野昌馬の弟が高校のホッケー選手であることを知ると、 かつての仲間たちと共に親善試合を行ったことがある。数を数め、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。